ネットサーフィン、買い物、動画の視聴、私たちの行動は日々蓄積され、世の中をより良くするために扱われるビッグデータとなっています。ですが、そんなビッグデータからも場合によっては個人を特定できてしまう危険があるんです。そんな中、私たちのプライバシーを守るため、データの匿名加工の技術を磨き合う目的で開催されているコンテストが PWS カップ。消費、購買履歴、位置情報、国勢調査などのパーソナルデータを題材に、これまで世界中の学生や企業の研究者が技術を競い合ってきました。今年の10月に開催される PWS カップ2021のテーマはヘルスケアデータ。年齢や学歴、BMI などの与えられた情報を個人が特定できないように匿名化し、かつ糖尿病のリスクを正確に算出できるデータとしなければなりません。例えば、白人で大卒、22歳のアンドリュー。基礎疾患もなく BMI も正常である彼は、一見莫大なデータに紛れ個人も特定しにくいように見えます。しかし、既婚歴を見てみるとウィドウと書かれています。22歳であるにもかかわらず結婚をし、妻を亡くしてしまい、ここ数年以内に大学を卒業した白人男性という匿名化された情報。果たしてアンドリューのプライバシーは守られていると言えるのでしょうか。競技は次のように行われます。全参加チームは匿名加工と攻撃、2つのフェーズを戦います。数ある個人情報の中にある特異なデータを見つけ出し、それを特定できないようにデータを加工する匿名加工フェーズ。そして他チームが匿名化したそれらのデータに対し、個人を特定しようとする攻撃フェーズ。データの匿名加工とは単なるコードの打ち込み作業ではありません。どの特異なデータを削除するのか、丸めるのか、加工していくのか、とてもセンスや腕が試される技術なのです。正確な統計やデータの傾向を読み取るデータサイエンスの素養を磨き、さらに他者にプライバシーを侵害されない安全なデータを作ることで、匿名加工スキルを互いに向上させていこうというこの大会。学生、社会人、個人、団体問わず、たくさんの参加をお待ちしています。一緒に大会を盛り上げましょう。